おかみさんはとっくに逃げ出しておきやがる。死のうたって寿命があれば助かるし。生きようと思ったってなければそれまでさ。申し訳がないわ。
さんやおじいさんの位牌は持ったろうな。巻かれろとよ。
ができんな。まったくですよ、あなた。これでも手足五体揃ってる人間様だ。嫌なら、もし降りろ。よし、どうしても下ろしてみせるぞ。地獄め。その地獄を解き上がったんだぜ。Thank you.
私も倒れそうだ。わからねえ味だよ。マシャは一体いつ治るんですか？なかなか治らねえよ。まあ、引っ張らでも抱えて花見としゃれて待ってる方がいいよ。
なことができると思ってやがる。さっきの大空間名や。私たちじゃないか。全くこのことですな。ありがたいね。姉ちゃん、さ、
言い残すことはないか。戦場の習いだ。やむを得ない。軍旗に照らす。あの男を知ってるだろう。熊本共同隊の里原健介だ。お前たちは彼と行動を共にするもんだろう。とんでもないことです。私どもは決してそんな大それたことをするものではありません。区長、人吉区長代理を務める者です。その区長代理が怪しいんだ。前の区長は人吉隊長として殺人に投じてるじゃないか。いや、断じて私はそんな人間ではありません。その目は一癖あるな。お前のその薩摩っ子らしい立派な体は商人とは甘い。密定の類かもしれんな。彼は逮捕されるまで身命を賭して俗称西郷のために郷土のために立派に我が軍と戦ったのである。敵ながら人間本来の道を全うしたと敬服に耐えないのだ。彼にお前たちの女々しいそのざま、なんだ。連れてきてくれ。はい。
我々を救ってくれ。え、助けてくれ。な、分かったの。江戸の兵隊さん、御用って何なの？呼んだのはお前じゃない。あんな生娘なんか面白くもなんともないじゃないの。今夜のうちにもここを逃げたいばっかりに、俺を捕虜にしようと言うんだろう。そんなことどうだって、いいじゃないの。身を任せて逃れようと言うんだろう。
も私に恥をかかしやがったな。人形くんやろめ。うるさい。女を連れ出せ。来い。来い。何してくれ。なんというね畜生だ。娘を、血を分けた自分の娘を犠牲にまでして生きたいのか。卑怯者め。
えたわけね。いつ弾に当たって死なないとも限らない体なんだよ。じれった人ね。度胸がついた。
からないよ。中で証言したって客なんか結構おるらしいねや。金儲けがしたいんだったらさっき逃げた官軍のやつを捕まえてみな。あれ入るぜ。官軍の捕虜が逃げたんですって。それ本当なの？本当だと思う。よほどな賞金をかけて大騒ぎ。進軍ラッパがもう10分遅かったら俺たちはまた別な運命を持っていたかもしれない。もう会うこともあるまいと言ったのさ。
たちが戦争に負けた。勝敗は軍人の常です。恥ずかしいことはありません。注意に陥っている俺だ。どうせ助かりはせん。女の心持ちはわからんが、お前たちの意地というものも思いのほかに強いもんだな。こんな影をしていても俺さんの意地は忘れないんだ。武士の意地と同じことか。お君、俺を俗軍に突き出せ。遅ればせて気の毒だが、女の意地を立てさせてやる。していらっしゃいませんこと、一本つけましょうか。
神社。お前、朝倉さんに惚れているんだね。バカ。早く。